ンパンマンコラボ開催。よーし、どうもフォートレスバトネコです。今回は大人気漫画ワンパンマンとのコラボが発表されたことで話題のスマホゲームフォートレスサガを調査していこうと思うぞ。目立ったクソ広告は特にございませんでした。それでは早速パトロール開始。フォートレスサガは2023年11月16日にクックアップスが配信を開始した自称要塞育成 RPG。 基本的には某動く城のような要塞を強化してステージを攻略していくことが目的となっており、パーティー構成の幅広さや戦略性の高さが評価されている作品みたいだね。戦闘は全てオート機能に任せることも可能なので、難しい操作はしたくないけど骨太なゲームで遊びたいというわがままな猫にもおすすめできる気がします。モンスターを倒すことでゴールドを獲得し、そのゴールドを消費して要塞や英雄を強化、まったり高難易度のステージ攻略を進めていく感じだね。ゲームをプレイしていない時間も放置報酬がもらえるそう。ステージの終盤で発生するボス戦ではでっかいモンスターとの対マンになるんだ。ここは少し難易度が高くなるので、英雄のスキル攻撃を手動でコントロールして効率よく戦闘を進めていきましょう。英雄たちは最大5名まで編成可能で、それぞれ必ずアクティブスキルとパッシブスキルを持っているそう。敵の攻撃を受け止めるスキルや効果力の範囲攻撃を行うスキル、英雄の体力を回復させるスキルなどがあり、1体の英雄が戦況に及ぼす影響が大きいので、誰を育成するかも重要な選択になると思われます。英雄たちの配置も自由に変更できるので、ゲーム自体の操作量に対して考えることはめちゃくちゃ多いんだよな。増幅の結晶というアイテムを集めると要塞の増築が可能なので、時間をかけて攻撃力や防御力の基礎ステータスを上げたり、乗組員の数を増やしたりすることで難しいステージも攻略可能になっていくそう。戦略次第では格上のステージをクリアできたりもするけど、基本的には放置報酬を受け取りつつ毎日成長を楽しむ感じのプレイになるだろうね。無理なく日課として続けつつ、休日にはがっつりやり込めるゲームみたいな立ち位置なのではないでしょうか。知らんけど。フォートレスサガ、略して F サガでは戦闘に参加する英雄たちや要塞の強化といった育成要素がてんこ盛りになっておりました。英雄の育成には素材を消費して行うレベルアップ、同じ英雄を重ねる昇級、潜在能力覚醒、武器と装身具の装備といった項目があり、これに加えて武器の強化やステータスがパーセントで上昇する追加能力など、英雄の育成は将来性まで考えてじっくり進める必要があるそう。キャラクターごとにスキル効果が大きく違うので、組み合わせの相性まで考慮していると無限の時間を要します。戦闘に参加していない英雄も攻撃力、防御力、ゴールド獲得量などが上昇するパッシブ効果を発揮するので、控えのキャラクターも育成する価値があるんだよね。戦略性がとにかく高い。キャラクターの見た目を変更するスキンにもパッシブ効果が設定されておりました。育成も収集もとんでもねえボリュームだこれ。要塞の育成では攻撃力、体力、回復力、クリティカル率などの基礎ステータスを強化する要素に加えて、経験値を使った要塞のレベルの強化も可能。要塞レベルを上げた際に発生するポイントを利用して基本ステータスとは別のマスタリーステータスも強化できます。また英雄と同じく要塞にも装備アイテムが用意されており、大砲パーツを装着することで戦闘力が上昇するぞ。大砲パーツは5つ同じものを集めると1つグレードが上のものに合成可能。基本的には一番グレードが高いパーツを装備していればいいと思うけど、英雄と同じくパーツごとに保有効果と装着効果が用意されているので、最終的にはいろいろ計算して装備することになりそうだね。あと要塞の大砲はパーツ以外にも様々な性質を持つ弾丸も選ぶことができるそう。弾丸の種類は大砲の攻撃力分回復する治癒弾、火傷ダメージが発生する火炎弾、2秒間凍結状態になる氷結弾、当たった敵をノックバックさせるノックバック弾などが実装されておりました。スキルのクールタイムが長いパーティーは氷結弾、遠距離での戦闘が得意なパーティーはノックバック弾など、パーティー構成に合わせて切り替えることで最大の効力を発揮するんじゃないかな。少なくとも我が輩はそう思います。英雄や要塞の育成だけでもめまいがするほど項目が多いんだけど、 F サガには職業ごとの全体バフまで存在しておりました。
英雄育成パートで紹介した同じ英雄を重ねる昇級を行った際に手に入るアイテムを消費することで星座バフを発動させることができる。そう、なんやそれ。戦闘に参加する英雄の能力に応じて要塞のステータスが強化される調和バフもある。そう、こういって調和バフは英雄のステータスに応じて要塞の攻撃力や体力などが増加する便利な機能なんだよね。これ以外にも要塞の装甲を強化したり英雄たちの好感度を高くして能力を上昇させたりできるので、マジで無限に育成を楽しむことができちまうぞ。ただしあくまでも放置系ゲームなので育成は毎日ゆっくりとしか進みません。短気な猫はプレイしてはいけません。育成のやり込み要素がドン引きレベルで実装されているエフサガくんなんだけど、それに合わせてレベルアップに必要な素材収集ダンジョンも数多く実装されておりました。大量の雑魚敵を時間内に討伐する終点のない列車では大砲パーツを強化するために必要なギアが手に入るし、危険なベーカリーでは英雄のレベルアップに必要な小麦粉などのアイテムが入手可能。装備アイテムの製作などに必要なオリハルコンが手に入るダンジョンや英雄の覚醒アイテムがもらえるダンジョンもありました。1日でもらえる素材の数はそこまで多くないけど、地道に進めていけば誰でも強くなれるから遊びやすい仕様なんじゃないかな。制服図鑑機能では雑魚敵を一定数倒すことでガチャに必要な宝石がガンガン手に入るんだよね。パーツ図鑑ではガチャを回して大砲パーツなどを収集すると図鑑に記録され宝石がもらえるぞ。デイリーミッションなども用意されているので、本当にプレイすればするほどガチャが回せるゲームでもあるんだよね。集めた素材で要塞と英雄を育成したら、他プレイヤーとタイマンバトルを行うアリーナでも遊べるぞ。バトルに勝利してトロフィーを稼ぎ、ランクが昇格すると宝石などの豪華報酬がもらえるんだ。ここでもまたガチャが回せます。若輩の体感だと大体1日で2000回くらいはガチャが回せますね。若輩の体感だとね、若輩の体感か。育成項目は数も多くて複雑な部類だけど、戦闘自体はフルオートで進められるお手軽仕様なので、遊びやすくて戦略性の高いゲームを探しているなら今すぐ概要欄のリンクからダウンロードしてプレイしてみてくれよな。本日からワンパンマンコラボも開催されるので、ワンパンマンファンの猫も今すぐ概要欄のリンクからダウンロードしてプレイしてみてくれよな。なんでワンパンマンコラボの紹介がないんですか。そりゃあれよ、ワンパンマンコラボの開催日までにパトロールを済ませる必要があったからですわよ。まあね。この動画が少しでも面白いと思ったら忘れずに高評価をしていってくれると我が輩とっても嬉しいぞ。とっても嬉しいぞ。スロットスタート。でん、趣味でヒーローをやっているもの。それでは最後まで見てくれてありがんと。そんじゃまたねー。